悪役令嬢は二度目の人生で返り咲く。チャンネル登録お願いします。ああ、私は死んだ、そのはずなのに。なんでまだ生きてるのって、あれ、これはあの白いバラに勉強机、この部屋は、あ、どういうこと？だって私は、そんなに騒がなくても私は明日処刑されるのに。レオンティーナ様、ソニアです。お食事をお持ちしました。またマレイモのスープだけ？ごめんなさい、もうレオンティーナ様に避けるお金がないようで。あなたが謝ることじゃないでしょうに。まあ仕方ないわね、空腹のままってわけにもいかないもの。明日の朝はお顔を洗ってお串を整えましょうね。悪いわね、これが最後の食事だなんてね。お父様もお母様も亡くなってしまった。アンドレアスも一昨日処刑されたらしい。17でバスロワ帝国皇妃の座に就いた私だったが、夫である皇帝アンドレアスとの結婚生活はうまくいかず。皇帝は愛人にばかりかまけていて、庄屋さえ共にしなかったと聞いた。毎夜愛人を変えているという。いつしか愛されなかった皇妃と呼ばれるようになった。政略結婚とはいえ愛してほしかった。私はそんなに悪いことをしたかしら。美しいドレス、多数の宝石、高価な化粧品、アンドレアスの興味を引くために私は浪費を重ねた。一方アンドレアスも愛人への贈り物に金銭を惜しまなかった。私がこの国の財政が破綻していることを知ったのは捕らえられてからのことだった。兆候はあった。皇宮に来なくなった仕立て屋や宝石商、少しずつ質が落ちていく食事、確かにちょっとやりすぎたかも。政治に関わらせてもらえなかったとはいえ、民が飢え死にしていることは知ろうとすれば気づけたはず。でもそれでも私は聞かざることでアンドレアスの気を引きたかった。それだけなのに私の人生何だったというのかしら。結局寝られなかったわ。できましたよ。バスロワの真珠とまで呼ばれたのに、その面影もないわね。私が捕まってからずっと身の回りの世話をしてくれた。いろいろな話もした。彼女の個人での生活や初恋の人のことまで。ソニア、手を出して。死んでから誰かに奪われるくらいならあなたにあげるわ。これを売ればマレイモよりはマシな食事ができるでしょう。レオンティーナ様、受け取れません。いいから持っていきなさいな。愛されなかった結婚生活でもこの指輪は皇妃となった唯一の証。手を尽くしてくれた者に報いるのは皇妃の務め。たとえこれから処刑されようとしていても。冷たい家庭に生まれ、父にも母にも愛されなかった。夫にもだ。誰か私を気に留めてくれていれば違う未来があったのかもしれないのに。腹が立つわよね。私はそこまで悪いことをしたかしら。ねえ神様、もう一度やり直すことができたなら。早く切れ。今度は失敗しない。殺してしまえ。今度はもう少しいい皇妃になるから。だからこれが私の最後の記憶。悪役令
上は二度目の人生で返り咲く。各電子書店にて好評配信中。スターツ出版が運営する小説サイト&アプリ、小説サイトベリーズカフェ、オフィスラブや異世界ファンタジー小説が無料で読み放題。詳しくは概要欄から。チャンネル登録お願いします。